します。辺りが暗くなるにつれて気温が下がってきましたが、柔らかな明かりが街並みを暖かく包んでくれています。竹田市で今日から始まった竹楽、およそ2万本の竹灯籠が城下町を彩ってくれています。皆さんこんばんは。竹楽の会場からお届けします。先ほど少し雨が降りまして一部の竹灯籠の明かりが消えてしまったんですけども、今主催団体の手によって再び明かりがつけられています。里山の保全のため伐採した竹を竹灯籠として活用しているこの竹楽、今年で24回目を迎えました。こちらは人気スポットの十六羅漢です。お堂へと続く階段に多くの明かりが並べられ、まるで大きな川のように浮かび上がっています。今日はこちらの広場で点灯式が行われました。午後4時から始まった点灯式、地元の人たちなどが竹灯籠に次々と明かりを灯していきました。使われている竹はボランティアなどが1ヶ月以上前から伐採していたもので、竹楽が終わればすべて竹炭や堆肥として再利用されます。一方、竹田市といえば先月、同じく里山保全などを目的に竹を使った流しそうめんの距離でギネス世界記録への挑戦が行われました。見事およそ4キロという新記録を達成しましたが、竹楽の会場ではその時使われた竹を竹炭や門松に加工して販売しています。竹田にとって竹を活用するっていうことは大きな財産の一つなので、その一つとして関われたことはすごく嬉しいなと思います。ここ十六羅漢を含めた特におすすめのスポットを竹楽八景と呼んでいまして、今年からその8箇所を巡るスタンプラリーも開催されています。また流しそうめんの竹を使った加工品は会場の古町通りで販売されているということです。城下町の夜を竹灯籠が美しく彩る竹楽はあさってまで3日間開催されています。以上、竹田市から中継でした。